それが気に食わなかったんですよね。だからあいつなんかキモうざいみたいな。読者モデルをやっていたという理由から、ある日突然クラス全体からいじめられるようになった。地元とかは結構もう疎遠ですね。地元ちょっと目の外での2人しかいないけど、女の子。中学校でも同級生からいじめられ、以来自分を守るために鎧をまとい、弱い自分を隠し、サバサバした強がりガールとなっていった子。合コンとかしないの？しない。しないんですか？年末年始とかこう何してんの？あの3日の日に親族の一同の新年会をするの絶対、うん、それが好きだから、うんうんうん、それに向けてちょっと早めに家に帰りたいなと思って。なるほど、親族はそれ好き。